like to drive around and talk about the latest happenings, this is the channel you need. So subscribe and follow Carmentary. Yay! Good morning! Carmentary, Neil Hardman です。今日のトピックは雪山の遭難。わお、いきなり朝からヘビーだね。遭難事故が多発しております。なんとなんとここの、僕がいつもいる札幌国際で1週間でなんと3回ありました。3ですよ、3回ありました1週間の間で。これはちょっと大変だなと思って、それについてちょっと語ったりアドバイスしようかなと思いました。遭難事故はいろんなタイプがあります。まあ夏山もある。よくあの山菜採りの時でもね、山入って場所分かんなくなって遭難する人もいるし、まあ雪山の遭難は基本的にツアーリング中というかサイドカントリーとかバックカントリーに行って場所が分かんなくなるっていうパターンの遭難と、まあ怪我人が出てレスキューが必要っていうのと、まあ、あとなんかあるとしたら多分動けなくなっちゃって、あの去年もあったんだけど、2人で行って、その片方パートナーがもう寒さと疲れと、まあいろんな、あとね、人間ってやっぱりこう怖くなると本当に動けなくなる。で、動けなくなってまあレスキューを呼ぶ。あと、まあ完全ホワイトアウト、もう視界がゼロで、なんとなくいる場所は分かってるんだけど、ちょっともう動けなくなっちゃったとか、まあいろんなパターンがあるんだけど、とにかくね、環境と天気がすごく絡むね。天気のいい日で雪がまあ適度にある、深すぎずという時だったらあんまり事故は聞かないね。だいたい視界があって見えたら、自分の居場所だったり、まあスキー場のあの放送とか音楽は聞こえるから、だいたいそれに向かって歩いてったら帰ってこれたとか、そういうシチュエーションが多いけど、遭難がある時ほぼ僕が見てる、まあ今回の3回の事故もそうだけど、天気が悪い、吹雪いてる、風がある、ホワイトアウト、雪が深い、気温が低い、こういうのが絡んでるから、もう、早めに結果を言うと、そういう非常に大変な悪天候の中は行くんじゃねえよ。わかりやすいですね。雪崩の危険性も、その吹雪いてる、雪が降ってる24時間が危ないって言ってるんですよね。これ昔からダーンと降ったら、そっから24時間が一番危ない時。だからまあ雪崩の心配もあるけど、遭難も一緒だと思うんですね。このストームの中と深い雪の中でそういう場所に行くと遭難する確率は高い。で、今回の1週間の間に3回も遭難があったの、全員スノーボーダーですね。スノーボーダーとしてちょっと恥ずかしいな。スキーヤーは遭難しねえのかよ。まあ一つね、これ大きいのは、スキーヤーはスキーを履いたまま歩ける。これね、バカにできない。例えばシール、スキーの登るために貼るシールがないにしても、下りながら帰りながら深い雪に入って歩きづらい、もう滑れないのに、それでもこうわっしゃいわっしゃい、こう歩く動きで、帰ってこれるのはスキーの一つの強み。スノーボードは、まあ、スプリットボードでちゃんと道具持ってる人だったらスプリットボードにして深い雪の中割と歩いてこれるんだけど、まあほぼほぼこういう事故を起こす人はそういう道具が持ってないような話ですね。ちょっと一本サイドカントリーに入っていこうと。しかもだいたい午後遅い時間、今日がね短いの。この地球上に生きてる、自然の中に生きてることをみんな忘れるんじゃねえよって話。1月は日が短いので、吹雪いたりストームだったら
さらに暗いの。もうね、3時ぐらいから、もう終わり。もう、帰りましょうみたいな感じ。もう駐車場に向かってないとダメだよ、3時。ゴンドラは一応3時半まで動いてるから、それをね、ちょっとこう勘違いして、3時ぐらいから、そのサイドカントリーに入る、事故もある。まあそこまで遅くなくても、1時ぐらいに入って、2時間ぐらい歩いたらもう3時だからね。それから滑り降りたら、うわぁ、こんな胸ぐらいの深い沢に入っちゃって歩きね、歩きづらい。どうしよう。崖があるの？滝があるの？暗くなってきた。怖い、怖い、怖い。手をしよう！ということが起きてるんじゃないかなと思うんだよね。で、あとはやっぱりローカルじゃない。大体、遠くから来てる。旅行で来て、で、スノーボードして、なんとかこの、ここのサイドカントリーがいいって聞いたから行ってみようよっていう勢いで、知らない同士が行ってるっていうのも、今回の事件の中にありました。これも非常に危ない。やっぱり、そういうとこ行きたいなら、まあ、ガイドを使う。ガイドを使わないにしても、知ってるローカルの人と行くとか、ちゃんと全部地図とか、そういう道具が揃ってるメンツで行く。もう当たり前の話なんだけど、これが今ね、みんなね、忘れてるわけじゃないよね。知らないかな。でも、一番簡単。一番シンプル。そしてこの北海道の厳冬期に言えることは、しっかり天気を見れよ。で、雪の状況を確認する。ゲレンデを一本滑る。で、ちょっとゲレンデのサイド、脇に入ってどれぐらい雪が深いか。で、どれぐらいその雪が走るか。これがね、スノーボーダー特にね、やらないっていうか、足りない。いろんなパウダーがあるんですよ。パウダーって言葉一個だけど、いろんなパウダーがあって、もうその日その日全然違う。例えば昨日、-15°、すごい寒い。で、パウダーがすごくあったけど、風もあったから、詰まったね、あんまりね、板がこう走らない雪。まあ、ちょっとシャドウが少し緩いところは、もうグググググググってもう止まっちゃう。普段スッと行けるような場所でも止まっちゃう。ということは、下のボトムの平らなるところは滑らないっていうのがもうわかるよね。で、コース脇がそうだったら、バックカントリーとかサイドカントリーはその2倍、3倍。もっと深いから。人が滑ってないところだから、もっと深くなってるのは当たり前。これもわかってよ。ごめんね、なんか俺ちょっと怒ってきてるように聞こえるけど、なんか自分はもう30年以上やってて、当たり前にそういうのは知識として持ってるけど、まあやっぱりこういうことみんなね感じ取らないで、もう勢いで行ってるんだなと思いました。だからもっとね、この常に環境の変化を感じ取る、天気予報見る、日が沈む時間をチェックする、午後風どれだけ出る、風、それと一緒に気温が下がるかどうかとか。もう簡単なこと。天気予報のアプリみんな持ってるし、こういうのちょっと場所、この現在地でチェックして、で、時間1時間ごとにして、ああ、これ午後気温すごい下がるよって言ったら、じゃあ大変かもね。その天気に合わせて自分の行動を作って楽しむっていうのが一番。で、最後に言うけど、このレスキュー、毎回消防、警察、パトロール、もうね、一人助けに行くのに何十人も動くわけ。この電話一本で、何十人も動いて最後に請求が来るんですよ。めちゃくちゃ大きい請求が来るのよ。一人当たりいくらみたいな。例としては、この間ちょっと4人の、遭難があって、請求額がね、60から70万ぐらいだったと聞きました。わお！一人15万ぐらい払ってるような、そんな計算になりますね。これは、嫌ですね。新年早々、いきなりそんなお金かかったら。なんで、レスキューはお金かかりますよ。
これも分かった方がいい。みんなにこういう話を広めて、特にビジターの皆さん勢いついて、遊びに来ててすっげー楽しんでほしい。もうがっちり北海道のパウダー、遊んでほしい。でも遭難だけは損だよ。お金も損するね。本当に体にも負担とか怪我することもあるかもしれないし、だから天気を見て自然の中のやれることをやりましょう。で、徐々に経験つけてガイド使ったり道具揃ったり知識増えていくと、どんどんそのいい場所に行けるようになるから、それは問題ない。急ぐなっていう話かな。あとね、最後に、その事故の中の一つは、外国の方でガイドもいたっていう事件もあったんですね。で、まあこれはちょっと、どこまで俺がガツンと言っていいかどうかわかんないけど、ガツンというか、まあガイドは全てイコールじゃないよと。ガイドも 100% 僕は信用してないです。今までずっとよく考えてみたら、いろんなシチュエーションでいろんなガイディングの中で言ってるけど、ガイドがいるから 100% 自分の命預けるっていうのはもう俺はしてない。だから自分でも考える、ルートを見る、そのガイドの準備、そのガイドの態度、そのガイドのやり方を見て、大体もう朝のそのミーティングとか出発ぐらいまでに、ああこいつは最高だな、安心あるな、もう しっかりやってるなっていうのはもう分かるね。僕は分かるけど、そういうのもちょっと意識持ってね、まあ予約する段階からどういう会社とかどういう人か、本当にその経験があって、場所が分かってるかっていうのを、日本のちょっとガイディング、海外ほどそのルールだったり免許の制度がしっかりしてない。いろんな人がいろんなレベルの中でやってます。それは、まあ日本人のローカルガイドに関してはまあ自信はあるというか、そんな問題はないんだけど、まあ海外から来て、ガイディングしてる人もいます。そういう人、ちょっとよく見てた方がいいなと思います。まあそうやってね、例えばガイドがいてもそうなんていうか、例えば状況全部わかんないけど、お客さんがもう疲れすぎちゃって、もう私動けません、もう無理ですってね、例えば年配のお客さんでガイドさんがちょっと攻めすぎた、ちょっと多く行きすぎて帰りの歩きが長い、もうバテちゃって3時半ぐらいになって、もうこんな歩けないからどうにかしてよ、そしたらもうガイドさんもしょうがないよね、レスキューを呼ぶしかない、そういう状況もあります。はい、遭難について勢いよく喋りましたが、何か一つ勉強になったんでしょうか。まあこれを聞いてる人みんな割とハイレベルで詳しい人が多いと思うから、逆になんか、こういうところも気になるとか、こういう問題があるよっていうコメント大好きです。お待ちしております。何か遭難についての意見とアイディア、あとね、今後まあ日本の雪山は今アウトドアブームでどんどん人が入ってきて、経験が少ないメンバーがこう増えてるから、こういう事故もどんどん増えるんじゃないかなと、何かいい案があれば聞きたいなと思います。いつも聞いてくれてありがとうございます。カルメンテリーでした。ドライブセーフ and 遭難しない。 If you like to drive around and talk about the latest happeningsThis is the channel you need, so subscribe and follow Carmentary.